瀬戸歌手 SHONN 湘南イエーイ、やっさんやっさん、どうもどっちだ、ザッ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 、いやいやー、湘南ベルマル対アビスパ福岡戦、いいもの見れましたねなんとですね、谷くんプロ初の PT セーブ、イエーイ、うー、よく止めた谷くん、よく止めたいやー、谷くんほんとよく止めましたね。いや、ブルーの選手ね、ちょっとタイミング取りづらい、あの PK をね、よく止めたのはね、谷くんでかいっすねあれは、あれは本当にチームを1位でかなり救った PK ストップだと思いました。いやー、谷くんプロ初の PK ストップ、おめでとう、うん、よくやった。まあ、谷くんはね、その後よく大活躍しまして、いや、まあ、1点ビハインドで勝っちゃったんですけど、キーパーも上がってくシーンで、谷くんよくコーナーキックの時、ポジション読んで、ヘディングシュート放ってたので、やっぱ谷くんね、攻撃のセンスもね、あると思うんですよね、キーパーのセンスだけなく。いや、なのでね、本当に谷くんはね、いろんな要素が全て高くてですね、いや、これからね、湘南ベルマーレの未来が、いや、それどころじゃなくて、もう彼の将来の本当に楽しみな一座になってますね。まあまあ、彼が成長することによって湘南ベルマーレどん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 、なんか、強くなる。それほどなんか、谷くんの成長ってなんか、イコール湘南ベルマーレの、なんか、上積みみたいな感じになっていく。その感じがするほど、やっぱり、谷くんの存在も大きいですし、いや、谷くんの未来本当ワクワクするようなね、もう PK ストップでしたね。いやー、谷くん、おめでとう。やっぱ続いてですね、先制点を決めた、なごきゅんですね。いやー、なごきゅん、あの先制点って結構ラッキーボールだと思われがちなんですよ。これはですね、なごきゅんのね、嗅覚、どうやったらボールが来るかなとか、どうやったら決めるかなとかっていう嗅覚と、そして球がどこに飛んでくるかっていう予測、そしてどこにボールが飛んでくるかななどっていうポジション取り、もう素晴らしかったですね。いやー、なごくんは本当に、前の動画にもありた通り、湘南ベルマーレの中でも、トップクラスに、嗅覚、ボールがどこに飛んでくるかなっていう予測、そして嗅覚、そしてシュートを冷静に決める、シュートの精度と、タイミング、飛び出しのタイミングの上手。いや、すべてがね、トップクラスなんですよ、谷くん。じゃ、谷くん、ごめんなさい。いやー、もうね、なごちゃん。いやー、そう。なんか本当にね、最近見てると、なんか本当にチームに欠かせない選手ですね。おそらくチームトップのゴール決めてるじゃないですかね。チーム3ゴール目って。いやー、それだけ、なごくんの存在はね、今のベルマーレ本当にでっかい存在ですね。やっぱキーマンが決めるとね、試合がね、結構締まりますね。まあ今回はちょっとね、惜しくもね、まあ逆転負けしちゃったんですけど、やっぱりね、なごくんがね、決めるとね、うお、この試合も勝てるって気持ちになりますね。いやー、なごくん本当に、うん、なんていうか、なごくん本当にちょっと、なんかもう攻撃的要素とか、ミッドフィルダーとしての要素もすべて高く備わってるので、いや、鹿島アントラーズさん、今後ちょっとね、なごくんにちょっとお世話になりたいと思います。いやー、なごくん。顔かわいい。まあ、三つ目にですね、やっぱりウェリントン選手ですね。ウェリントン選手が今年初めてスタメン、もう一番最初からスタートが出て、で、最後まで出るっていうフル出場を果たしました。これはでかいですね。ウェリントン選手ですね。もう来日当初はですね、あまり体が絞れてないかなと思ってまして、コンディションが上がってない。まあ、なのでちょっと、冬は厳しいかなと思ってたんですけど、そんなさなかでもスーパーサブとして、こうなんか2ゴール決めたので、やっぱりこれフルで見れたらでかいんじゃないかなって思ってただけあってね。いや、やっぱりね。いやー、ウェリントンがフルで出たってことはね、本当に驚きですね。というより、ウェリントンがフルに出ることによって、相手のディフェンダー陣たちがストレス溜まる時間がめちゃくちゃ溜まると思うので、やっぱりウェリントンがいると、攻撃の幅が広がっていく。まあ、ボストプレーもできますし、ウェリントン自身がゴール決めることできますし、なっといた圧巻的なフィジカルがあるので、相手ディフェンダーちょっとかなり困りますし、やっぱりウェリントンがフルで出れるほど、体が絞れてきてる。っていうのはね、やっぱりね、この逆手負け試合した中でもね、数多くのポジティブ要素の中のね、一つに挙げたい点、私、思いました。いやー
ね、この試合結局ね、逆転負けしちゃったんですよ。やっぱポジ要素多いっすよ、この試合。もう、谷くん PK 止めますし、まあ、ナゴくん、いや、本当に攻撃要素が全て能力高いですし、そしてあとやっぱりウェリントン選手がフルで出れたこと、やっぱりね、ポジ要素高いっすね。まあ、もちろん課題もありますよ、課題も。うん。やっぱりね、もちろん課題もありますよ。うん。やっぱり外国人と競り合いに弱いことと、まああれはちょっとマークミスだっていう人の意見も多いんですよ。まあやっぱり自分目線から言うと、やっぱりあのマークミスだけなく、ちょっと外国人と競り合った時のね、フィジカルが弱いかなーって思った時もありますね。うん。まあ特にセットプレーになった時は、ね、地獄っすよ、まさに。ちょっとセットプレーっていうのはやっぱりあのクロスに合わせるみたいな感じなんで、ほぼやっぱり外国人、屈強な外国人選手とやっぱり競るってことになったらね、やっぱりソナンベルマール選手はちょっとあのフィジカル弱い選手が多いので、あとやっぱり経験不足な選手も多いので、ちょっといやー本当にセットプレーで外国人選手が多いチームが相手になったら、やばいなって思いますね。うん、特に前線外国人がいるときね。ここ最近負けた試合も、FC 東京、2ヶ月前の FC 東京もそうだし、横浜 FC もそうだし、こう、アビスパ福岡といい、うん。やっぱりね、助っ人外国人をね、多くスタメン起用してるチームはね、やっぱり湘南ベルマーレ、相性悪いんですよね。うん、やっぱり。うん。相性悪いんですよね。うん。まあ、横浜 FC も前線にいい外国人フォワードいますし、FC 東京も外国人フォワードいますし、前線に。で、アビスパ福岡なんか特に、瀬戸外国人当たりに当たってるので、6連勝とか飾ってる状態ですし、やっぱり外国人セットがたくさんスタメン起用されてるチームと、どうやって戦っていくかが、湘南ベルマーレ、こう、残留争いだけでなく、今後、順位を上げていくためには、っていう上での課題ですね。うん。まあ、その他の要素、まだまだ課題はあるんですよ。やっぱり、素人目でも分かる通りの課題だと言うと、素人目でも分かる課題を挙げるとすれば、やっぱり外国人選手が多いチームだった時はどうするかなんですよね、やっぱり。うん。外国人選手が多い時に、クロス上げ、たくさん上げたりとか、ロングボールたくさん放り投げたりとか、こう、セットプレーたくさんなっちゃう試合とかになった場合は、本当にちょっと今回みたいな、まあ、まさかの逆転負けとかになっちゃうので、ここはちょっと課題ですね。まあ、今回の2失点もブルーノ選手とグローリー選手だったので、まあ、外国人選手だったので、アイピスは福岡の。だったので、やっぱりここは課題っすよね。いやー、悔しいな。まあ、そんなこんなでね、まあ、2連敗しちゃったんですけど、結局、残留争ってる相手にちょっと2連敗しちゃったのはちょっと痛々しいけど、うん。まあ、連敗はね、ちょっとここで止めておきたいですよね。うん。その連敗を止めるべく戦う次の相手はね、なんと、川崎フロンターレ神奈川ダービーで、しかも現在首位独走中、川崎フロンターレじゃん。まあ、負ける気はしないけどね。うん。まあ、はっきり言って、はっきり言うよ。負ける気はしない。うん。まず、神奈川ダービーだし、絶対負けしない。神奈川のクラブは全部勝つ。まあ、そんな気持ちいるんでね。うん。まあ、一切負け気しないしね。これはもうね、エンジの頃からね、今約束とって決めてますしね。うん。まあ、他にはね、川崎フロンターレなんですよ、次回の対戦相手。まあ、正直言って、あの、川崎フロンターレを一番攻略できるのって、あの、冗談で言って湘南ベルマールじゃないかなって思うんですよね。初めて土をつけるのは湘南ベルマールじゃないかなって思うんですよね。思い返してください。去年の川崎フロンターレ戦、まあ、アウェイの時は、あの、山根美希くんにちょっと恩返しゴールを決められるまでは、あの、先制って奪ってましたし、で、ホームで迎えた試合では、田中聡くんがちょっとデビューとなった試合では、うん、まあ、1点で食い止めてましたし、やっぱり他のクラブの悪戦苦闘具合を見ると、湘南ベルマーレ一番可能性あるんじゃないかなって思うんですよね。うん。あの、去年の試合内容も川崎フロンターレ戦2試合とも、ちょっとまあ、負けちゃったんですよ、結局、両方とも。両方とも負けちゃってダブル食らったんですけど、内容は良かったので、おそらく川崎フロンターレ一番苦しめられるのって俺たち湘南じゃないかなって思うんですよね。まあ、この動画見てて、湘南ベルマーレファン以外のみんなが、お前マジか、マジ何言ってんのって思われるかもしんないしろ、なんかそんな気がするんですよね。うん。いや、なのでね、ちょっと川崎フロンターレに勝ってね、
やっぱり今年の2021年 J リーグ、湘南ベルマーレの復活するきっかけと行きましょうじゃないですか。いや、マジでね、川崎フロンターレに土をつけたらね、本当にでかいと思うんですよ。湘南ベルマーレかなり自信つくと思うんですよ。しかも川崎フロンターレって記憶が正しければ、もうここ8年ぐらい勝ってないと思うんですよね。2013年の轟記念のアレクス・サンタナが大活躍した試合、あれ以来勝ってないと思うので、確か記憶があってればね、まあ8年ぶりに勝利と行きましょうじゃないか、湘南ベルマーレ。川崎フロンターレ勝って、やっぱりニュース一面、サッカー史一面、湘南ベルマーレ、埋めましょうよ、湘南ベルマーレ。以上、川崎フロンターレには絶対勝てると信じる、湘南ベルマーレでございました。フロンターレ、確かに、あなたたちは強いです。だけどね、湘南ベルマーレだって、サッカーできんやでってこと、見せてあげましょう。えじゃあジャキ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 返した。星屑空いつでも